月市からホテル療養になるかもしれないから。と預かり要請が来た。ペットや小さい子供とかじゃない。27歳の甥。電話口で思わず聞き返したよね。甥は、いわゆる叱らない育児に近い環境で育った。初孫で、祖父母は猫可愛がり。義士や義士の旦那は、叱るっていうより、注意するというか、あらあら、ダメよ。ぐらい。自分自身で考えさせ、行動を促すことが大事らしい。その結果、まず我慢が効かなくなったのは、食欲。次がゲーム。思い通りにならないと、癇癪を起こすように。小学校低学年の頃は、義士旦那なりに頑張ってたけど、体格が大きくなってきたら、もうダメだった。結果、今は、引きこもりニートで、部屋には、明らかに小学生みたいな女の子の、イラストのグッズやフィギュアがいっぱい。これで、せめて、オタク友達でもできれば違うんだろうけど、対人関係が苦手で、しょっちゅうネットで揉めて、切れてるらしい。だから、どんどん現実から、それていってた。先週、義士の旦那が、コロナかもって話を、姑経由で、旦那から聞いてたんだけど、義士も陽性だったらしい。おいは、家事が一切できないし、買い物もきっとできない。お外に全然出てないから、免疫がなくて耐えられない。お宅までタクシーで行かせるから、預かって。って、義士から LINE が来たけど、無理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 。うちには、小学生が3人いて、下の2人は女の子。ロリコンの肝歌と同居なんて、無理すぎる。癇癪持ちで、思い通りにならないと、すぐに切れて、母親を突き飛ばすような120キロ。恐ろしくて、近づけたもんじゃない。第一、老いがコロナだったらどうすんの。旦那と断固拒否してるけど。義士は号泣しながら頼み込んでくるし、舅からも、お金を負担するからとか言われてて。もう、ほんと勘弁して。